皆さんこんにちは、ハピメンチャンネルのさえです。今日は私のメガネを買いに来ました。で、私は結構目が悪いので、今回結構3、4年ぶりにメガネを新しく買いに来たんですけど、今日はこのジーンズにメガネを買いに来ました。で、何を買ったかは家に帰ってから紹介したいと思います。なんか理想はメガネのこのフレームが大きいやつが欲しいなと思ってます。それでは行ってきます。はい、帰ってきました。で、あれからメガネ屋さんで、まずなんか目がどれくらい見えるかっていうか、なんかそれを機械でやってから、なんかこのひらがな読めますかみたいな感じでやっていって、今メガネを作ってきました。いや、でも結構このメガネを作るのが2か小3の頃にこのメガネを今作って、今まで使ってたんですけど、実はすごい私目が悪くなっていました。で、前のメガネがこれですね。このなんかね、黒縁にすごいこの周りがすごい、なんかこのミッキーの赤い縁があって、この内側がね、これ何、星で埋め尽くされてて、いかにもこの子供らしいメガネだったんですよ。で、さすがにこの形もあって、なんかサイの中ではすごいこれ可愛いなって思うメガネを選んできました。で、このメガネの形も最初はいいなって思ったんですけど、なんか小学校6年生になった今の私では、でもさ、ここだとさ細いからさ、上からちょっと見えちゃう、こう普通の世界が、だからちょっと大きい丸いやつがいいなって思って、それを選んできました。はい、で、今のこのメガネの細長いタイプ、皆さんよく覚えておいてください。それでは今から新しいメガネを出したいと思います。では、現在使用していたのがこちら、そして新しいのが、はい、こんな感じです。はい、このメガネを買ってきたんですけど、フレームがすごい黒とか茶色が良くて、探したらこのちょっと丸い形の茶色があったので、これにしました。本当にすごい色とか気に入ってて、すごい良かったなって思ってます。で、今回はジーンズに行ってきたんですけど、この前みたいなすごい細長いタイプのメガネもあったんですけど、やっぱりサイの中での理想はこういうなんか丸いタイプだったので、今回このメガネを探したらいいのが2つくらいあったんですよ。で、決めてこれにしましたって出したら、すいません、これ在庫がないんですって言われちゃって、ってなって、で、そこからキッズの方に行ったら、このなんかキッズの方でこの丸い形のメガネがあったので、今回はこれにしてみました。で、ジーンズさんは本当にこのフレームがいっぱいありました。なので選ぶのもすごく楽しくなりました。どうですか皆さん、こんな感じです。すごい前髪、今日の前髪はやばいです。すごいさ、あとさ、この目のさ検査するときにさ、最初座る前に何歳ですかって聞かれたときに、あーでもなーって思って、今は11歳だけど明日で12歳になるじゃん、明日で12歳なんですって言いづらいから、今は11歳だからとりあえず11歳ですって答えたんですけど、すごいムズムズしました。はい、どうでしょうか、2つを比較してみてみてください。まず皆さんはどっちがお好みですか。まあ、でもさ、この前のメガネはさ、もうやっぱ3、4年前に買ったものじゃん。断然こっちの方がさえはいいと思います。ジーンズさんはフレームのみの金くりでメガネが作れるので、すごいいいなって思いました。買っちゃいました。という感じで、新しいメガネを買ってみた動画を撮ってみました。皆さんは目がいいですか、悪いですか。私は ママに似ちゃったので、パパに似たかったです。中学生になるということで、新しいメガネを買ってみました。これで中学校も頑張って勉強したいと思います。それではまた見てね、バイバイ。ハピマニチャンネルの LINE 公式アカウントができました。概要欄にも載せておくので、ぜひ皆さんお友達追加よろしくお願いします。こちらの QR コードも読み取ってね。Twitter、Instagram、TikTok もやっているので、フォローよろしくお願いします。チャンネル登録も押してね。それではまた見てね、バイバーイ。